はい、こんにちは。シドニーのセラピスト庄司です。今日は妊婦さんに向けてのプチマッサージ講座を開かせていただきます。僕はこう見えてもオーストラリアでマッサージセラピストをしていまして、妊婦さんの患者様も結構見させていただきます。妊婦さんが抱える問題としてはやっぱり腰痛だとか座骨神経痛だとか足のむくみであったり肩こりであったり腱鞘炎であったりですね、それらが改善されるマッサージをご紹介します。マッサージですので2人で行います。旦那様にお願いして行ってください。旦那様、愛を持って接してあげてくださいね。英語で言うハッピーワイフ、ハッピーライフです。ただし行う前に一つだけお約束してください。それは妊娠中は人体が緩みやすいホルモンが出ているんですね。ですので強すぎる圧力は厳禁です。もちろん体調が万全じゃない時は避けた方がいいでしょうし、やっぱりマッサージとはいえリスクは常につきまといますんで、この動画の動きを真似して何かありましてもこちらは一切責任を取りませんので、その辺ご了承の上ご覧ください。自己責任でよろしくお願いします。ではマッサージに入っていきますが、最高のモデルさんお用意いたしました。ではうちのおかみさんでーす。うちのかみちゃんでーす。わー、今妊娠30週、もう結構パツンパツンになっております。まあでもおかげさまで結構体調がいいので、今日をモデルになっていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではマッサージに入っていきますが、今日は横向きのみで行います。まずは体勢の安定がすごく大事になってきますね。奥様、枕使ってあげてください。そして膝と膝との間にバスタオルを1枚ないし2枚こんな感じでかませましょう。で、もしお腹が辛いっていう方はね、あのお腹の下にバスタオルを引くのもありでしょう。もう絶対に妊婦さんの体勢が辛くないっていう状態を作ってから施術を行ってください。今日押す筋肉は3つ。この3つの筋肉は僕が妊婦さんを見させてもらうときにもう必ず触る筋肉です。もうそれぐらいそこが緩めば絶対に効果が出るぞっていうような筋肉、3つ今日はご紹介しますね。1つ目、まずはお尻の横です。お尻の横の筋肉の見方ですね。まず最初に骨盤ですね。だいたいおへその高さの真横ありますと、そこ触ってあげてください。そうすると骨盤、骨の部分とお肉の部分のボーダーラインを感じると思うんですよ。お肉の部分と骨の部分、ここですね。ちょうどじわーってゆっくり入れてあげてくださいね。ガツってやっちゃうと夫婦の危機ですからね。じわーっと探ってあげてください。見つけましたか？骨盤とお肉のボーダーラインです。ここが専門用語でいうところの腸骨量ですね。ここをボーダーラインにします。で、もう一つのボーダーラインとしてはお尻のちょっと下あたりに骨がぽっこり出っ張ってるところがあるんですよ。これが大天使と言われるところ。大天使と言われる骨の出っ張りがありますと、ここを見つけてください。こことペッパーが来ました。力も来ました。かわいいですね。お前たちここ入ったらあかんねんぞ。まあいい話を戻しまして、だいペッパーが来ちゃいました。力は来れません。力さん来たいですね。来たいですが来れません。ペッツンが来ました。ペッツンお父さんたち撮影してっから、ちょっとどいてんか。無理か。いや無理か、座るか。まあそうやんな、仕方ないなそれはな。まあそこにな。話戻しまして、大天使こちら見つけましたね。太ももの横の出っ張り、そして先ほど腸骨量見つけました。お腹のお肉と骨盤のボーダーラインで、これからターゲットにするのが腸骨量と大天使のちょうど真ん中にあるお尻の筋肉ですね。ここが一つ目のターゲットになります。はい、見つけましたね、お尻の横の筋肉。最初は優しく手のひらで
優しくこういう感じで当てていってあげてください。当てて、ちょっと動かすような形ですね。はい、当てました。ぐりゅぐりゅぐりゅーっと。もうマッサージはいつでもそうなんですけども、一番最初は軽く入っていきます。軽く刺激を与えすぎないように柔らかくマッサージしていきます。で、少し慣れたなーっていう頃になったら、少しだけ、本当に少しだけですけどね、強めの圧をかけていきます。はい、じわじわじわーっと。この時も奥さんのことをないがしろにしないで、痛すぎたら言ってねーというような声かけをしてあげてくださいね。柔らかーく柔らかーく。痛すぎに大丈夫、うん、気持ちいい。 OK。こんな感じですね。お尻の横をじわ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 っと押してあげてください。はい、もうこれだけでもね、すごく楽ですし、気持ちいいですし、あともう腰が楽になりますよ。ここちょっとじわ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 と体全体を使ってマッサージしてあげてください。こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じですね。はい、一箇所終わったら、多分その辺いっぱいコリがあると思うんですね。なので、さっき押したところとはちょっと別の場所、さっき押したところとはちょっと別の場所を探って、同じようにぐる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 とマッサージしてあげてください。はい、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。はい、ゆっくりゆっくりゆっくり押していきましょう。はい、これでいいかな。そしたらまた別の箇所探って、あ、ちょっと押されると気持ちいいぞっていうところを探ってください。もしね、あのお母さんの方も、あ、こうもうちょっと触ってほしいんだけどっていうことがあったら、もう協力し合って、そう、触ってほしい箇所、ちょっと硬いぞっていうところを見つけてあげてください。そしてマッサージですね。ぐにょ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 っと。はい、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。はい、これで一つ目の筋肉、お尻の横へのマッサージ終わりになります。次、二つ目いきますね。二つ目は太ももの横です。そのままの体勢でいいですからね。目印としては、先ほど触った大天使ありますね、太ももの横の骨の出っ張り、そこと膝のお皿、ここをつないだライン、膝のお皿と大天使をつないだラインがターゲットになります。ここに大天使がありますね。手のひらを1枚置きます。ちょっと痛いかもしれないから、優しくさすってあげてください。手のひらをさする方向は、こういう風なラインに対して垂直、2センチぐらい上行って2センチぐらい下、2センチ上下、2センチ上下、上下、こんな感じですね。これも同じく、最初は繊細すぎるかもしれないから、優しめに押してあげてください。はい、2センチ上2センチ下、こんな感じですね。はい、押します。こんな感じ、こんな感じ、押します。で、慣れてきたら、少しだけ、本当に少しだけ圧力を強めてください。こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じになります。はい、はい、今この場所をマッサージしました。そしたら次は、手のひら1個分だけ膝に向かって動いてあげてください。手のひら1個分だけ膝に、手のひらを移動させて、同じく2センチぐらい上、2センチぐらい下、こんな感じですね。
で最初はやっぱりゆっくり優しめの圧で2センチ上2センチ下2センチ上2センチ下こんな感じです。はい、下行って上行ってこれを繰り返していきますよ。はい、何回かしました。慣れてきました。そしたら少しだけ圧力を強めていきますよ。少し深めに入れていきますよ。はい、いいですね。そう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 、優しい外情を持ってさすってあげてください。これをするだけでもね、足のむくみは取れるかもしれませんからね。はい、いいでしょう。そしたら最後ですね、また手のひら1枚分膝に向かって移動して、同じように最初軽くこすってあげる、軽くこすってあげますよ。優しく優しく優しくこすってあげましょう。はい、痛くない程度ですよ。はい、奥様に日頃の感謝を伝える意味でも優しく愛情を込めてマッサージしてあげてください。はい、よっしゃー、これでいいでしょう。これで2つ目のテクニックおしまいです。太もも横でした。最後ですね、最後はこちら上に来ている方の膝をちょっと上に持ち上げまして、ペパーの上に置きまして邪魔、こんな感じで前に置きましょう。そして下の足をまっすぐ、ちょっとしんどいぞっていう方はこちらクッションだとかタオルだとか枕とか置いて、よいしょ、ちょっと待って、よしよし、OK でしょう。まあこんな感じで、とにかく奥様の体が無理ない体勢をとってください。はい、こちらからのアングルを映すとこんな感じです。こんな感じで膝の下にクッションだとかタオルをかませました。そして最後、ターゲットになるのが、今下に来てる方の足、それの内ももですね。内ももがターゲットになります。ここは妊婦さんにとってものすごく張りやすい、疲れが溜まりやすい筋肉なんですね。で、ここの筋肉って実際骨盤にくっついています。ここが硬くなると恥骨痛だとか尿漏れだとかも起こしちゃう。なのでここをほぐすことで足のむくみ改善、尿漏れ、恥骨痛改善されやすいです。あともちろん腰痛も改善されやすいです。ですのでマッサージしていきます。やり方としてはこうですね。ちょうど、旦那様の足側に来ている方の手、こちらですね、僕で言えば右手ですね、右の方の手のひらを、足の付け根あたりに置きます。そして下に向かってじわーっとしてあげてください。ここもね、痛すぎるかもしれないから優しくじわーっとしてあげてください。このね、じわーがちょっと素人さんには難しいかもしれないですけれども、イメージとしてはアナログの体重計、なんか銭湯とかに置いてあるやつ、あれが、あれの目盛りがじわ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 ってゆっくり上がるようなイメージですね。圧力もじわ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 ーっと上げていってください。急激にガーンって上げちゃダメですからね、痛いですからね。はい、じわじわじわー、あー気持ちいいぞ、ちょっと痛いけど気持ちいいぞっていうところあたり、はい、押してあげまーす。ここは動かすよりかは圧力を持続させる方、持続圧の方が効果的ですよ。なので一箇所をじわーっと押します。あ、痛、気持ちいいですっていうところで10秒ぐらいホールド、じわー緩むのを待ちます。
はい、10秒ぐらい経ちました。また体重計の目盛りが戻っていくように。はい、そしたら次手のひら1枚分膝側に向かって移動させていって、またじわーですね。ここも圧力注意です。痛すぎる方多いんでね、コミュニケーション取りつつ押してあげてください。はい、じわー。はい、ここまで行って、あ、だいぶ気持ちいいぞっていうところで10秒間ホールド。はい、オッケー。はい、最後ですね。次は膝のちょっと上ですね。膝の真横関節だから押さないようにして、ここも痛くなりやすいんでね、じわーっと押していって、コミュニケーション取りつつ押してください。じわーっとコミュニケーション取りつつ押していってください。はい、以上になります。以上ですね、動画では片方だけ行いましたけれども、実際は右も左も行ってください。で、時間はおそらくですね、慣れてくると一つの箇所につき1分ぐらいしかかからないんですよ。なので、まあ1分1分1分だと考えれば3分3分6分ぐらいですね。たった6分で奥様が楽になるし、夫婦間も良くなる。おそらく安産にも関係していると思います。ベビちゃんもハッピーになります。出てくる赤ちゃんへの愛情も深まります。ハッピーワイフ、ハッピーライフ、ハッピーベイビーです。最高ですね。子供は日本の宝ですんで、夫婦仲良く元気な赤ちゃんを育ててあげてください。僕らも令和元年ベイビーが生まれます。一緒にハッピーワイフ、ハッピーライフ、ハッピーファミリー築き上げていきましょう。というわけで終わりになります。ピロリのセラピスト庄司でした。今日は初出演のうちのかみさんのイミでした。さよなら。息をするときの正しい座り方、これはなんか一緒で低め、太ももの前が腰痛を作ってたってことですね。これが骨盤の歪みだと僕は思います。肩こりは無知から始まるんですよ。その無知をなんとかして、小嘘でもなくて中嘘でもなくて大嘘です。大嘘です。これは骨盤の歪みを自分で直す方法をレクチャーさせていただきます。必ずこれやり続けていったらかっこいい体になることは間違いありません。周りがしんどい人にめちゃくちゃに有効なエクササイズだと思うんで、もうこの時点で結構胸張れてますね。あとこれはうちの息子のペパくんです。よいよいよラジコー。よろしくお願いいたします。